ソウルキャリバー実況、どうもアザシです。ソウルキャリバー実況第3弾やっていきます。もう死の子の言わずにさっと始めていくアーケードモードな。誰がいいかな。ナイトメア、シャンファー、ミツルギ、ミツルギでしょうね。ミツルギかな、ミツルギかな、ミツルギでしょうね。うん、ちょっとね、もう眠たいんで、時間的に眠たいんす。そしたらそんな時にこう、まず間違いなくコンテニューに近い男、一番コンテニューに近い男、それがミツルギ。強いもの、もうこのまま画面端に追い込んで投げて終わりっていう。強い、ミツルギは強いぞ。皆さん見ていてください、このミツルギの強さを存分にね、この動画の内外に向けてミツルギの強さをアピールしていく。ソウルキャリバーにおいてミツルギは最強。聞いたことねえよ。いや、聞いたことないっていうか知らないだけだけどな。その当時だってそんなに別にこのあのあれだ。やりますな。ういー、さよなら、さよなら。うえ、あれ下段なんだ、素晴らしい。おお、今の今の素晴らしい顔してきたな。結末としてはいけなかったかな。敵さんが不用意に動きすぎた。セルバンテス、じゃあ一番注意すべきがセルバンテスだね。すさまじい、すさまじい。なんか仕掛けようとするとその前に入ってくるな。ええんか、この終わりで。ええんか、これがソウルキャリバーだ。こんなに劣勢でも、もう勝ったことになるから、ソウルキャリバーなら。そう、ソウルキャリバーだ。いきます。やっぱね、あのリングアウトあるゲームが好き。リングアウトのあるゲームが好き。よくわからん。残酷物語。こんなんあったっけ。こんなんあったっけ。え、今の何だったの。こう違うな。ゲなんて分かっていたけど分かんないよ。え、今の、今さっきのあのどうやって出したんだろう。違いますな。技の出し方が分かんない。遊んでると知られると。シャンファーはそんなに組みしやすい相手ではない。よし、こうした。
違うな、違う、なんか違うな。プレッシャーが半端ない。細かく刻まれるというプレッシャーが半端ない。さあで、よし、いろいろ考えながら戦ってるね。高木渡る、渡るんだな、あれが。だから怖い。これがな、抜刀がな。あれ、こうからも、こうか。なんか試しながら戦ってるな。こういう時は負ける、大体。相手を実験台など、技の実験台などということにしようとしてる時は大体負けるね。ね。まずいぞ、まずい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 。よし、いや、あそこの足が当たるのかよ。よし、来た、来てないじゃん。せめてとどめよう。覚えとけ。フォールエッジは誰にも渡さん。近い近い。ライバルキャラ同士ってところでしょうか。懲りないやつ。懲りないやつ。懲りないんや。ああ、今の蹴りが当たるんだったら。さらば。いやー、強いな、三つ木は本当に強いな。こちらの早く寝たいという希望に応えてくれる。結局技を弾いたところでね、その次の手を考えてなければ意味ないんだな。余裕がある、戦いに余裕がある。三剣ってな、三剣ってな、なんて使いやすいキャラなんでしょう。隙だらけだ、残念ながら。やりおるじゃないか。あら、いや、このままだと本当に勝っちゃうぞ。なんか見せ場もなく勝つ。このままでは見せ場もなく勝ってしまう。それではいけない。よし、これぐらいのハンデが必要。あ、遊びすぎだな、遊びすぎたな。相手の獲物によっては、マキシ、相手の獲物によっては
はい、終わり。強い。いやー、三剣は強くございましたね。強ございましたね。マキシの場合は、まあ、技をこう、フンフンフンってした、その、一瞬の隙をついて、ジャジャッとこうやると、ババッと勝てるんで。強かった。いやー、三剣は惚れ惚れするほど強いな。数知れぬ激闘の末、ついに三剣は邪剣ソウルエイジを手に入れた。帰国の途に着いた矢先、彼は洋上で海賊の襲撃に出会う。屈強な海賊たちに囲まれた三剣。自分に向けられた数多くの銃口に不敵にも笑みを浮かべてつぶやく。一対一にも飽きてきたところだ。試し切りに付き合ってもらうぜ。戦国の用心棒と名を馳せた一人の侍の消息は以降遥かとして知れない。ほなまた。